これもいい当たり、ライトの大谷、その上越えた。さあ片輪セカンドにボール返ってきた、タッチアウト、打席これは、いや見てみましょう。クッションを待ちました大谷。こっからワンバウンド間に合ってません。いやまあ審判近くで見てるわけですから、これしょうがないですけど。ツーアウトランナーなし。ライトにいい打球が飛んでますが、ポール際フェンスに当たった。さあ大谷が二塁への返球、ダイレクトで来ました。タッチ、ああセーフ。いやでもすごい球がかかですが、これね、いろんなプロの技あるんですよ、はい、まず右方向へ打った、ナイスバッティング、はい、でクッションを取った守備、大谷のナイスクッション、はい、そして大引選手がしらーっとしてタッチ、はい、あーなるほど。一二塁間広く空いていた、その一二塁間を破ってライト前、ファーストランナー二塁から三塁へ行く、大谷サードへボールを送ってきた、アウト。いいコントロールしてますよね、はいはい、さすがにピッチャーをやってるだけあって、いいコントロール、いい肩はしてますよね、はい、ただね、島内も多少ベースを回るときに疑ってるんですよね、はいはい、これ僕ね、迷う必要ないと思うんですよ、はいはい、点差も考えれば迷って、はい、迷ったらやめですよ、はいはい、結果的に言えば素晴らしいボール返ってきてますからね、このほんの気持ちの迷いでエキストラ編というのがあるかもしれませんね。ピーピーしますよ、はい、さあ村田です。レフトに引っ張ってきました、大谷の左、これはクッションボール。さあ二塁はどうでしょう、いいボールが行く、これはアウトだ。うわー、大谷が肩でも見せました。レフトに置いておきたいですか。いやー素晴らしいプレーが出ましたね。ですね、面倒さを助けました、はい、大谷3回面倒さはこの回はゼロで抑えています。さあ今シーズンから